その昔、藤原信通という人が常磐の森として任国にいた時のことである。任期の終わる年の4月ごろ、恐ろしく風が吹いた嵐の夜、某郡の東西浜というところに死人が打ち寄せられた。死人の身長およそ15メートル、半ば砂に埋まって横たわっていたが、騎乗して近寄った人の持つ弓の先端だけが死体の向こう側にいる人からかろうじて見えた。このことからもその巨大さがわかる。死体の首から上はちぎれてなくなっていた。また右手と左足もなかった。サメなどが食い切ったのであろうか。五体満足な姿だったらもっとすごかっただろう。うつ伏せに砂に埋まっているので男か女かわからない。しかし身なりや肌つきから女だろうと思われた。土地の人々はこれを見て驚き呆れて騒ぐこと限りなかった。陸奥国のカイドウというところでも同じようなことがあった。国司は巨人が打ち寄せられたと聞いて部下に見に行かせたという。やはり死体は砂に埋もれていて男女いずれとも判別できなかった。女のようだなと思いながら見ていると、教養のある僧なんかは、この世にこんな巨人が住むところがあるなどとは仏の教えにない、だから思うにこれは阿修羅女などではあるまいか、身なりが大層正常な感じだし、もしかしたらそうではないか、などと、もっともらしく推理するのだった。国司は、珍しい事件だから朝廷に報告しなければなるまいと、上申書を作成しようとしたが、国の者たちに、上申したら必ず役人が調査のために下校するでしょう。そうなれば接待が大変です。なんとか隠して済ませるべきですよ。と反対されて、結局上申は取りやめた。騒ぎの中、その国の住人の何とかという武士が死体を見て、もしこんな巨人が来襲したらどうするのか、矢は立つのであろうか、どれ試してみよう、といると矢は深々と突き刺さった。この話を聞いて人々は、よくぞ試みたものだと褒めそやしたという。死体は日を経るにつれて腐乱した。あたり 1,2 キロ四方は人が住めなくなって皆逃げ去った。悪臭が耐え難かったのである。隠したはずの事件はやがて国司が帰任するとおのずと世間に漏れ、このように語り伝えたという。